はい、レオンチャンネルです。食玩シフトカー4の全6種類中、まずはシフトロードウィンターとシグナルマッハ、シグナルマガールを紹介しました。では今回は残りの3種類のファイアーブレイバー、ローリングラビティ、テクニック、この3つを紹介します。ただ今回のシフトカーはデラックス版でもガシャポン版でもすでにレビュー済みですから、簡単に確認していきましょう。まずはシフトテクニック、全体はこんな感じ。上側と下側、塗装はちゃんとしてあって、相変わらずデラックス版に比べるとかなり発色のいいグリーンですね。ガシャポン版と比べるとこれは微妙に違う。ガシャポン版の方がグリーンが明るいです。本当に少しだけ違いますね。ただ塗装箇所とかは全部一緒。ギミックも6輪のコロ走行で変形もできて、さらにアームも前後、硬い。ちょっと硬いですけど、前後します。そしてローリングラビティ、全体はこんな感じで、一見するとデラックス版とかと変わんないっぽいように見えるんですけど、結構クリアパーツがくすんでます。ガシャポン版と比べると、わかりますかね？全然違いますよね。ガシャポン版はデラックス版と本当に差がなくって、ほぼ見分けがつかないんですけど、食玩のローリングラビティに関しては、ベースのクリアの感じが全然違いますね。これはちょっと安っぽいというか、チャッチーかな。個人的にはガシャポン版の方が好きです。ギミックは共通で、ローラーの端の部分が回転して、タイヤも4輪回転します。くるっと変形もできますし、レバーアクションも OK。変形の感触は食玩版の方がいいです。ガシャポン版は若干硬いんですよね。さっきのテクニックもガシャポン版はちょっと硬いんですが、食玩版はくるっと回ります。はい、最後はファイアーブレイバー。全体はこんな感じになってて、上側と下側、クリアパーツのくすみ具合はガシャポン版のブレイバーとほとんど一緒というか、同じものですよね。これは完全に同じものですね。もうどっちがどっちでしたっけ？そんくらい。食玩とガシャポン。どっからどう見ても同じものです。感触は？食玩版は軽く回りますけど、ガシャポン版は、同じだ。これ同じものが入ってますよ。食玩とガシャポンと。コロ走行もどちらもスムーズに走ります。ファイアーブレイバーに関しては、食玩とガシャポンは全く一緒。デラックスと比べると、クリアパーツの感じは若干くすんでます。はい、今回の全6種類を並べるとこうなります。食玩版独自の個性があったのは、テクニックとマッハとマガール。特にテクニックに関しては、ガシャポン版と似てはいるんですけど、デラックス版と全然色が違いますし、個人的にこのカラーが好きなんですよね。マッハとマガールもデラックス版とだいぶ差がありますから、今回のおすすめはファイアーブレイバーとローリングラビティ以外のこの4つですね。はい、ということでシフトカーシリーズ食玩シフトカー4を紹介しました。基本のギミックとサウンドはいつも通りデラックス版と共通ですから、持ってないやつがあれば買ってみてもいいと思うんですけど、最近デラックス版のシフトカーが結構下がってますので、お店によっては食玩版を買うよりデラックス版の方が安かったりしますから、一度確認した方がいいと思います。以上、シフトカーシリーズ食玩シフトカー4の紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。